エティエンヌ・レオポール・トルーベロ木製のスケッチ、王道校を描いたトルーベロのリトグラフエティエンヌ・レオポール・トルーベロを北アメリカに持ち込んで今日に至るまで森林に深刻な被害を与えるようにしてしまったことでも知られる。フランスのエーヌ県に生まれた。共和主義者で1852年にルイ・ナポレオンの帝政が始まるとアメリカ合衆国に家族と共に亡命した。 ボストン近郊のメドフォードに移住し、画家として家族を養った。昆虫学に興味を持ち、アメリカで養蚕用の蚕が様々な病気にかかって死ぬので病気に強い品種を作るためにヨーロッパからマイマイガを輸入し、自分の家で養殖したが、これが後に自然の中で繁殖し、森林に深刻な被害を与えることになった。 その後、昆虫学に興味を失い、1870年にオーロラを見たことなどから天文学に興味を持ち、この分野ではトルーベロの画力が天体スケッチに役立った。1872年にハーバード大学天文台長のジョセフ・ウィットロックが画力を認め天文台のスタッフに迎えられた。1875年にアメリカ海軍天文台に招かれた。 7000枚の天体のスケッチを残し、15枚のイラストは1881年に出版された。特に太陽に興味を持ち1875年にベールドスポッツを発見した。天体スケッチの他に50編の論文も発表した。1882年にフランスに戻り、ムードン天文台で働いて1895年ムードンで没した。月のクレーター。 トルベロ、ありがとうございます。